どうもショピです。今回の動画をご覧いただきありがとうございます。はい、ということで今僕は羽田空港の第2ターミナルに来てます。今朝の6時40分です。はい、でこの何でしょう、寝たのが2時3時ぐらいだったので、で起きたのが5時なので大体2時間ぐらいしか寝てないんですけども、楽しみすぎて起きちゃいましたっていうのは冗談で、絶対に寝坊できないと思って眠れませんでしたということでめちゃくちゃ眠いです。で楽しんでいきましょうってことを言いたいわけなんですけども、で今日は、久しぶりにキャッシュレスチャレンジ動画をやろうかなと思います。はい、キャッシュレスチャレンジって何っていう人いると思うんで、まあ、簡単に説明しますと、現金を一切使わないチャレンジっていう感じですね。東京であれば現金を一回も使わずに過ごすっていうことは、まあ、2回に1回ぐらいのバリアできるんですけども、ただこれがじゃあ岡山だったらどうかということで、キャッシュレスチャレンジ in 岡山みたいな感じでやってみたいと思います。やっぱ旅行遠くに行くっていうのはワクワクしますね。僕めちゃくちゃ大好きです。じゃあ今から早速キャッシュレスチャレンジの方を始めていきましょう。羽田空港から始めていきましょう。で今から保安検査場を通って搭乗口に行くんですけど、その前にこう飛行機で食べるための食料とかそういうのも買い出しをしたいので、はい、そこでやっていきましょう。おー、すごいです。クリスマスツリーにタヌキが飾られてます。あ、触っちゃった。フラッと入ったラウンジで思いがけずパンをいただけたので、はい、お腹がいっぱいになりましたなのでここでは買わずにですね、向こうで買おうと思います。ということで着きましたけども、じゃあ今から岡山駅の方に向かいたいと思います。でバスのそのチケットを買いたいので、あ、ここでやっとお金を使いますね。ここですね、ここでチケットを買いたいんですけども、あ、いいですね、スイカとか使えそうです。はい、おー、 OK です。で多分これに乗れると思います。はい、ということでバスに乗りました。でも外ちょっと肌寒かったですね。はい、まあこれがかなり薄着だっていうのもあると思うんですけど、まあでもいいですね、空気が美味しいです。ということでじゃあ今から岡山駅の方に向かいます。はい、岡山駅に着きました。おはようございます。おはようございます。残念ながらなんか皆さん遅れるみたいですよ。あ、本当ですか。遅れるみたいですか。おはようございます。久しぶりです。今日はありがとうございます。見れる、見れます。あ、もう大丈夫。あ、ありがとうございます。はい、ということで帰ってきましたって言っても、なんかこの動画見てくれてる人からしたらもう時系列がぶっ飛びすぎてわけわからないと思います。で僕自身もわけわかんないぐらいですね、あっという間に暗くなってしまいました。そう、早って思ったんですけども、で今回その先ほど映っていたその食事 の, そのレストランで、キャッシュレスできたのかって言いますと、まあ、結論から言うと PayPay は使いました。 PayPay は使いました。本来であれば PayPay で支払いできたんですけども、うん、ちょっと使いたい現金がありましたのでそれを使っちゃったっていう感じですねなのでまだまだちょっと最初のなので初っ端から結構企画倒れなことしちゃったんですけども、また明日ですね、明日も岡山にいるので、そこで例えばカフェ使ったりご飯食べたりなんか、あ、これ必要だなと思ったものを買ったりするので、その時にキャッシュレスチャレンジをやっていきたいと思います。はいはい、どうもショピです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、ということで今ちょっと出張でですね、某ホテルに来ております。でまあちょっと寂しいのでライブ配信をやろうかなということで、まあって言ってもまあいつも毎週日曜日、
はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。おやすみなさーい。はい、と終わりました。今日も一日お疲れ様でした。長かったですって言ってもこの動画見てくれてる人からしたらあっという間だったんですけどっていうと思うんですけども、あー終わりました。今日朝の5時に起きて今夜の11時11分ということで15時間ぐらいぶっ続けでやりましたね。お疲れ様です。じゃあお風呂入りましょう。あー、お風呂気持ちよかったです。にしても今日も一日充実してました。はい、って言ってもこの動画見せられてる人からしたらあれキャッシュレスの話どこ行ったのっていう風に思うと思うんですけども、そう、まあ一応ブログ形式でお見せしながら今回のテーマについてやってるので、そう、ちょっと長伸びてしまう時もあると思うんですけども、まあ飽きずに見ていただけたら嬉しいですということで、今0時8分なのでそろそろ寝ます。はい、おはようございます。翌朝のショッピンです。はい、ということで今日はちゃんとキャッシュレスチャレンジをやりたいと思います。はい、 OK ということでチェックアウトしましたので、今からある方に会いたいと思います。そして会いながらキャッシュレスチャレンジですね、続けていきましょう。今日はここで待ち合わせをしています。おはようございます。どうもありがとうございます。おはようございます。お久しぶりです。めちゃくちゃお久しぶりです。尾崎豊さんです。尾崎豊さんです。こんにちは。こんにちは。お財布ですか。はい、うわ、ちっちゃ、細いですね。なんかこういうお菓子ありません？あ、あります。このサイズのお菓子あります。今からちょっとこれを借ります。あ、ここ IC 系使えるじゃないですか。お、キャッシュレス。あ、いや、え、僕は出すんですか。いや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 、利用登録を、はい、あ、利用登録あるんですかこれ、はい、そしたらお、タッチして、うん、いいですね、いいですね、ありがとうございます。じゃあこれに乗って岡山大学に行きましょう。行きましょう。すごい、岡山大学来ました。おお、やっぱりキャンパスって独特な雰囲気があっていいですね。雰囲気が良くなかったとしてもいいとこですね。岡山大学の魅力を教えてください。岡山大学の魅力、まあ、のびのびキャンパスライフを送れると思います。あの普通すぎません。じゃあいただきましょう。あ、じゃあいただきます。いただきます。え、絶対うまいじゃないですかこれ。箸で食うんですね。箸なんですね。いや、僕はスプーンだなと思ったんですけど。山崎さん、いや、サラダじゃない。あ、なるほど、サラダからみたいな。あっという間の1時間でしたね。そうですね、本当になんかライブ配信を見てる感じですごく短かったですけど。また来ますね。また来てください。はい、また来てください。ありがとうございます。ありがとうございます。よし、じゃあ仕事も終わりましたし、じゃあいよいよお会計をしていきたいんですけども、この電子決済をやっていきたいと思います。980円になります。はい、ありがとうございます。はい、こちらペイです。はい、ごちそうさまです。ありがとうございます。 OK です。支払いました。はい、支払いました。いや、良かったです。じゃあせっかく、まあ、ここに来ているのでもうちょっと綺麗な紅葉をお届けしたいと思います。岡山大学のキャンパスにお邪魔させてもらってますけども、そう、綺麗な紅葉も撮れましたし大大大満足です。はい、しかもその尾崎さんもすごい礼儀正しくてすごい気配りもできる人で、
すごい食い下でした。ていうのと、やっぱここでは流せないような裏話的なものもすごくたくさん聞けましたので、そう、あの人すごいです、本当すごいです、ただのエリートですということで、まあ、歩き回りましたので、そう、この革靴で歩いてちょっと痛がしですね、足が痛くなってしまいました。なのでちょっとその足の中に敷くそのクッション、ジェルの入った中敷きをちょっと買いたいなと思います。もうずっと欲しいな欲しいなと思って、かれこれ3ヶ月ぐらい迷ったので、まあもう買っていいでしょうと、そんだけ迷っても欲しいので買っていいでしょうということで、じゃあ今から駅の方に向かって、そのクッションの部分、ジェルクッションっていうのを見に行きたいと思います。でもペイペイで星払いしようと思ったら、今このスマホの電池が 5% しかないということで、まあこれがやっぱりまるまるペイのデメリットかなっていうふうに思います。クレジットカードだったらこういう充電とか関係なしに入ってやったら支払えますので、そう、っていうのがあるんですね。なんとかペイというよりかは、まあこれで払うって感じですかね。あとカード。あー、じゃあ1回でお願いします。はい。ここに。はい。はい、ありがとうございます。はい、そんなわけで岡山に来て現金を使わないキャッシュレスチャレンジをやってみました。でも簡単にできましたね、意外と、まあ、意外だったかって言ったら失礼ですけど、はい、普通にできました。めちゃくちゃ便利でした。大学のキャンパス内で使えるとは正直思っていなかったので、あれは僕は一番嬉しかったです。あと思ったのが、そのキャッシュレスを導入しているところはだいたいクレジットカードも導入していると思いました。なんかキャッシュレス、なんとかペイを導入していて、カードを導入していないところは、ないんじゃないかなっていう印象です。なので結局カードを使ってもいいですし、ペイペイ、なんとかペイ使ってもいいっていう、まあそういう単純に選択肢が増えたっていう感じだと思います。ただ今バスなんか鉄道もそうですけども、スイカ、パスもイコカ、とりあえず全部共通で使えるじゃないですか。ああいう感じで、そのペイペイであっても LINE ペイであっても、その共通して支払えればいいなと思いました。 LINE ペイで表示された QR コードをペイペイで読み込んで支払うみたいな、そういうのができたらもっと便利になるのになって思いました。はい、であとそれぐらいですかね。まあでもとりあえずその岡山であっても、それキャッシュレスがかなり余裕にできましたので、それはすごく嬉しかったです。はい、ということでこれからもちょっとその現金を支払うその煩わしさみたいな、お釣りが返ってくる煩わしさっていうのがどんどんなくなっていって、そしてその今日いくら何にいつ使ったのかっていうのがちゃんと記録として残るので、自分のそのお金の管理なんかもしやすくなると思います。はい、なのでこれからもちょっとずついろんなところに行ったとしてもキャッシュレスができるようになってくれると嬉しいなということで、はい、またなんかどっか行く時になったらですね、またキャッシュレスチャレンジの動画を上げさせてもらいますので、またその時に楽しみにしてくれたら嬉しいです。でもし今回のお話がちょっとでも面白かったで参考になりましたと感じてくれた場合は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい、ということで、もうあとは岡山帰るだ、あ、岡山じゃない、あとは羽田帰るだけですね。楽しかったら、なんかやり残したことはいっぱいあると思うんですけども、まあまた岡山来るので、その時はまた別のことやりたいと思います。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。